今晩投稿された YouTuber TJ さんの復帰作品で3つ目のラが開かないというハプニングが起こりました。これは YouTuber TJ さんからによる日清食品ラオウへの何らかの抗議だと思われます。続いてです。早くも今年の流行語大賞が決定しました。今年は俳優佐村浩市さんのふなっしーだって、いつもあの子は大事なところでねムーンウォークできないっていうところがあるからね、練習量が足らないっていうことをおっしゃりたい。そういうこと言ってるんじゃないよ君、うん、ほらやっぱ日本人としてね、ほらプレッシャーに弱い。日本の木林元総理がですね、ムーンウォークの練習量が足らないんじゃないかとおっしゃってたんですけども、そのコメントに対しては怒ってない、yeah. よかったです。お詫びと言ってはなんですけども、こちらジャパニーズバスローブですね、チンチンコと言います。チンチンコ、こちらの方をですね来ていただいて、日本のファンの皆さんにちょっと一言コメントをいただきたいんですよ。盛り上がってくれて大きに、最後にみんなに報告したいことがあんねん。俺らの打ち上げもこれで決まったんやけどな。ホットペッパー激アツ。Hi. Thanks for watching. And thank you for Japanese. I love fun family and I love you. Bye.